喧嘩師花山薫、その人です。花山見れるんだ花山の喧嘩が。ライトルールで磨きに磨いた喧嘩術、本格的格闘技を相手にどこまで通用するのか。地鳴りだぜマルベ、伝説の花山の喧嘩っぷりが何なのか、ここにいる全員が期待してやがる。ああ。ん？何だ？お！これをつけたまえ。これは驚いた。伝説の喧嘩師を相手取り、敵の身を案ずるこの余裕。恐るべし稲城文之進、恐るべし日本拳法。悪いことは言わん。言う通りにしたまえ。あのバカ、ぶっ殺されるぞ。でも稲城さんも稲城さんだ、顔色一つ変えちゃいない。これはなんと雄弁な答え方でしょうか。あ、合口だ。これを使って初めて自分と同等とでも言いたいのか。うっしゃ。おった折れず曲がらずと言われた日本刀を聖剣の一撃で。さあ、両者の意地をかけたデモンストレーションも終わり、ついに決戦の時がやってきました。花山さん、勝てよ。伝統武道の何たるかを見せしめるには絶好の手合いだ。私もそう思います。はじめ！なんて運動神経してやがる。でもあれは、折れている。花山の拳を受けて稲城の足が折れている。拝ませてやるぜ極道門のゴロメンズ。当然の勝ちだ。なんだあいつ。非常識は100も承知の上だ。この場で私と立ち会ってもらいたい。不当な暴力に立ち向かうことこそ武術の存在意義。ならばこそ君のような暴力で身を立てる輩がこのような大会で勝利するのを我々は見逃すわけにはいかんのだ。さあ私と立ち会い、花山薫。このまま君を試合場から出すことは日本武道の名折れなのだ。やってることはたかが喧嘩だ。意味もクソもねえもんだ。何？やりてえやつはやりてえ時にやったらいい。受ける方はいつだって受けたらいい。喧嘩ってのはそんなもんだぜ。こちとら喧嘩し、いつだってたぎってる。好きな時に来な。寝込みでも、女といる時でも。そこまでの覚悟か、喧嘩し。もののふだ。木崎、持ってこい。うす。
俺のアッパーがもう少し甘けや右腕がお釈迦にされてたところだ。武道やらしとくには惜しい男だぜ。花山薫、もし武道を志していたなら確実にその歴史を塗り替えていた。